サニのコンパクト PCI バックプレーン J2 と J1 コネクタがあり、途中に青いキーがある。J1 コネクタは32ビット PCI バスで J2 コネクタのピンは背後の別のコネクタにそのままつながっている。コンパクト PCI は 3U または 6U のユーロカルドベースの産業用コンピュータの標準規格の一種である。 一つのコンパクト PCI システムは全基板が受動 PCI バックプレーンで接続された構成となっておりバックプレーンには PICMG US および PICMG ヨーロッパが公表している規格のコネクタが配置されているコンパクト PCI のコネクタおよび電気規格は一つの PCI セグメントに8枚の基板まで接続できセグメント同士を ブリッジで接続できるようになっている。ビムバスなどの本来のユーロカルドでは、コネクタのピン間隔が0.1インチだが、コンパクト PCI ではピン間隔が 2mm のコネクタを使用している。3U の基板には110ピンコネクタとオプションの110ピンコネクタがある。J1 コネクタは32ビット PCI バスであり、J2 コネクタはユーザー定義の I。 おおよび64ビット p c i バスを実装する、際の上位32ビットに対応したピンで構成されている。6U の基板では、3U と同じ役割の J1 および J2 コネクタと、各種ユーザー定義、I、O だけでなく、電話信号やイーサネット信号にも使える J3、J4、J5 コネクタがある。ホットプラグ機能も備えている。基板の そう抜け時に設置が確実に行われるよう、一部のピンだけ長くなっている。バックプレーンは 3.3VVIO、または 5VVIO で運用するよう設計してある。バックプレーンを見て、定格電圧がすぐにわかるよう、要3 3トでは黄色のキー、5トでは青いキーが付属している。基板側は、 どちらかの電圧でしか動作しないものにはその色のキーがあり、どちらでも動作可能な場合はキーが付属していない。写真にあるのは 5VVIO の8スロットのバックプレーンである。コンパクト PCI は1995年後半に PCI 信号用自動バックプレーンとして PICMG2.0 という名前で承認された。 PICMG の 2X シリーズの一連の企画は、コンパクト PCI の各種機能に関するもので、ホットスワップ、電話信号、スイッチング型イーサネット対応といった拡張がある。もともと PCI の信号やプロトコルをサポートすべく、設計されたが、2mm 間隔のコネクタを持つ 3U および 6U の形状に、様々な技術を詰め込んだものになっている。 実際、システムによっては、PCI バスを全く使わず、単にイーサネットのスイッチのような、使われ方をしている場合もある。設計上の欠点として、コネクタ部のピンがそう抜け時に折れ曲がってしまうことがある、点が挙げられる。ありがとうございます。